この危機を乗り越えて、国民の皆さん一人一人が安心をして安定をした生活をすることができるように、そのためには安倍総理が進めてきた取り組みを継承し進めていかなければなりません。まず安倍政権の継承だったのかなという印象を受けたのと、やはり今コロナ禍なもんですから、あまり大きな政策の変更はない中で、コロナを乗り切って、東京オリンピックを無事迎えてほしいなというふうに感じました。安倍さんが長くやってそれを引き継いでいくということであれば、そんなに悪くなることも良くなることもなく変化は少ないと思います。こんな皆さん、石破がね、そしたら得意になって。